ですね、今なんか前半無駄話しましたけれども、皆さん結構今年は進み具合が早くね、余裕があるんで、今日はちょっと練習問題もね、やってみようかななんて思ってます。で、前回はですね、線形代数のもうほぼ最後の方まで来たんじゃないかな、行列式を勉強した後、そのディターミナント行列式の性質を使って逆行列を作る方法を学びました。で、逆行列を作るのは、まあ、忘れちゃっても自分で、ディターミナントの考え方からA の逆行列を作るときに A のそうすると最後ここがディターミナントがこう対角要素に並んで残りが0になるようなものが出てくるとディターミナントスカラーですからね、こう単位行列とディターミナントに分解できるという話になって、真ん中だけディターミナントにするようななんか行列をとりあえず出せばなんとなく逆行列が出てくるんだったなということを思い出すと、ディターミナントというのは、aij とコファクターの ij をかけたもののシグマでしたから、ここのところだけなんかずらしてやればいいんだよっていう話。あ、同じだったら a になって ずれてると0になるっていう話だったね。だから、余因子行列を作ってコファクターの行列を作って1、2、1n っていう、まあ、余因子行列 C を作ってこれを転置させるんだよね。転置させるとここだけが同じ位置を保って残りは全部ずれてしまって、その余因子行列の転置に前から A をかけるとちょうどこれがここに出てきて、だけどこの真ん中のやつだけが正しい組み合わせなんだよね、 IJ と IJ で、残りのところは正しくない組み合わせになって0になるんだね。つまりここのところが A のディターミナントになる。A の、コファクターの転置させたものは、A をかけるんだね。と、あれこれ似てんじゃねえかと。A のインバースかけたのが I ですから、このディターミナントの A はスカラーなので割り算ができて、A の両辺のディターミナントで割るとこうなって。見事にここの部分が逆行列だということで出るわけですね。こうして逆行列を計算すると、例えば今回の練習問題である、前回練習問題1問目だけ解いて終わりましたけれども、16ページですね。
8ですから、これを AX イコール B と書くならば、X は両側からインバースかけて単位行列になりますから X はこれで求まるんですね。じゃあ逆行列を求めてやろうっていうと、これの逆行列を求めようと思ったら、まずコファクターの点値を計算しないといけないんですね。そうするとコファクターの点値は今のケースだと 2×2 ですから、C の12なんだけど、これが点値で21が来て、これが C の21だけど12になって C の22です。これがコファクターの点値で、求めると1行1列目を除いた部分、1行目と1列目を除いたマイナス2ですね。マイナス2がまあ、1と1ですから足すと2で偶数だからプラスなので符号が変わりませんね。次 C の21はこれ3ですから符号がマイナスになって、それで2行1列目、2行目と1列目を取り除いた3がここに来ますね。3、12が1行2列目ですから6ですね。マイナスの6、22が2行2列目を除いて5、こうなりますね。そうすると、逆行列は、これを A のディターミナントで割りますから、 A のディターミナントはこれかけるこれマイナスこれかけるこれですね。5に、10マイナス18ですからマイナス28ですね。で私たちが求めたいのは X イコール A インバース ×B ですから、これが A インバースですね。ですので求めるべき X はマイナスの28のマイナス2、マイナス3、マイナス6、5かける D ですから D はこれですね、38ですね。ここを計算すると答えが出てくると、横を立てですので、めんどくせえな、23が60マイナス60と、あのか、マイナス60マイナス24とマイナス180プラス40とマイナスの28で、マイナスの84とマイナスの140をマイナスの28で割って、3が24、3が6、3と5が40、5、25ですか。これでようやく X が求まるんですね。逆行列を求めただけでは X は求まらないで、逆行列にやっぱりこう定数ベクトルをかけて X を求めないといけない。これは大変だということで、前回クラメールの公式を習ったんですね。でクラメールの公式は、実際のこの X の答えを計算すると、ちょっとこれまたやるのめんどくさいので、前回ちゃんと黒板でやってみせましたけども、めんどくさいので私はちょっと違う出しますが、これですね。実際のこの X の解をこれですね、 X イコール
今ディターミナント分の1のコファクターの点値かける D だよね。あそこでやったよね。ディターミナントのコファクターの点値かけるかける D。 ディターミナント、これが A ですね。これがコファクターの点値、これが D ですね、を実際これ計算したんですね。計算するとこうなるんだよね。これは実はコファクターに定数ベクトル D をかけただけで、これは実はもっと簡単に計算できるよという話をして、例えばあの部分は何を示しているかというと、ディターミナントを計算したのと実は上のこの式は同じなんだよね。 x1 だけ取り出すと、これは a のディターミナント分の、これ a のディターミナントっぽいんだけども1列目だけを d に置き換えたものなんだよね、の a のディターミナント、これをまあ a1 と書きました。こうやって求められる。そうするとコファクターの展示すらしなくていいんですね。これを使って解くと、今元の式これですね。これを使って解きますと超簡単で、例えば x1 は、ディターミナントはもうすでに計算済みだからもう使っちゃいましょう。マイナス28ですね。で、1列目をこれで置き換えるんですね。d で置き換える。だから30の8で3のマイナス2と書いて、これでもう答えればいいですね。とマイナス60のマイナス20のマイナス28、まあ、見たことあるねこの式ね。 あれが同じ式が出てきましたね。答え一致します。 x2 もこれで簡単に求まります。マイナス28の、56はそのままで、今度2列目をあれに置き換えますね。30の8はマイナスの28の580マイナス180、同じ式ですねほらすげえ簡単に求まるじゃないですか。これでもう皆さんは連立方程式をあっという間に手で解けるようになったんです。このクラメールの公式は超秀逸な公式ですので、ぜひマスターしてください。ただ一応逆行列の求め方を覚えておくといいです。いいかな。では、今日の宿題でありました、この二材ミクロ経済モデルを変数を減らさずに、解くという、どれにしようかな、どれにしようかな、ちょっと時間が少し、今年は人数が少ない上に頭のいいのが揃ってて、例年だと分かる分かるって聞くとみんな分かんないっていうから2度も3度も同じこう解説をするんですけど、今年はみんななんかすんなり理解してるみたいなんで、あまり確認せずに進んできましたが、今日はですね、試しにちょっと解答を見て一番難しそうなやつやるか。一応回答には、回答には細かく書いてあって、前さ
ニザイミクロ経済モデル皆さんに連立方程式解きなさいって言っておきながら回答を示さなかったよね、僕の回答にはね。あの教科書に書いてある回答適当にあのノーテーション変えてって言ったけど、今回はちゃんとあの解き方がここに書いてありますので、やってみてください。ただそれちょっと巨大なんで、でもまあやれることはないんだけど、練習問題の5、7一緒にやってみようかね。練習問題の5、7、45度線モデルかな、これはね、マクロ経済学でいう45度線モデルです。マクロは全員取ったんだっけ、45度線モデルっていうのは財資量の均衡貯金がまあ C プラス I プラス G の閉鎖経済モデルですね。 NX が入ってなくて、I がまあ I バーで行ってってやったんですけれども、まあ、テキストはこう I0 で固定してますので I0 をまあ定数としましょう。で、とあと消費関数がね Y-T に依存した関数っていうふうにマクロではやりましたけれども、教科書はこれが具体的に、式が練習問題で与えられていて、BY式変形してあって手元に教科書がないんだよ。教科書の式どうなってる、誰か教えて。 C イコールの形になってない、なってる。 BY 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 Y 引く T かプラス A、 こうなってますか教科書のね、これほら A は定数ですから Y-T の可処分所得の関数になってますね。だからマクロ経済学でやった消費関数になってますね。これは限界消費成功ですね。 B が、ね、0から1の間の限界消費成功で、今内数変数に T が入ってきました。でまあマクロの時は T は T バーで一定とやりましたけれども、ここでは一定にしなくて税金も Y に依存して決まる。だから所得税みたいなのを考えてますね。それが、スモール ty プラス d、 これがだから限界税率ですね。所得が1単位増えた時税金が何円増えるかという限界税率。所得税が 30% だったら 0.3 で、これが定額税になりますね。こういうモデルが今与えられているということで、今、ちょっと手元に問題がない、問題文がないんだけど、まあ、均衡解を求めればいいのかな、これ。ですか。ね、均衡解を求めるんだよね、ね、多分ね。で、じゃあやってみよう。もちろんこんなの連立方程式解きはもっと簡単なんだよ。例えば、この t をここに代入すれば、t が消えて二次元になって、二次元になって、あと連立させたら、あのマクロの時に y イコール実際連立させて1マイナス c 分の1の、マイナス、何やったかな、 ct プラス i プラス g みたいな、 g バーみたいな、こんな式出ましたけども、まあ、c スモール c が限界税率、限界消費成功 b だから b にすればいいけども、こんな式になると思うんだけれども、まあ、せっかくですから今習った行列を使って、3次元のまま解こうというのが今の問題ですね。そうしたらどうやって解くかというと、今まで定数行列と、変数のベクトルに定数のベクトルという形に、あの AX イコール D という形に分けましたので、まずこの式を定数と変数に分けなくちゃいけないね。今求めなくちゃいけない変数は y と c と t ですから、こうなってこれの定数が来て、でそれ以外の項はこっち側に持ってくればいいわけですね。でまず、これをまとめると、
YCT の順番に書きますので、それを意識しながら左辺に書くといいです。 Y 引く C、G と I はこれ定数ですから、もう G と I は関係ありませんので、イコール I0 プラス G、今度これを、持ってくると、まあ、ここは左辺に持ってきますので BY がマイナス BY で、C はそのままですね、プラス C でマイナス BT を左辺に持ってきますので、プラスの BT イコール残りの定数項は A だけですね。最後がマイナスの TYC がなくて0で、プラスの T イコール B、 こういうふうな連立方程式で書けますね。で今わざとこう Y を揃えて C を揃えて T を揃えて書いたので、この係数を抜き出せばここの係数行列になるわけですね。やってみましょう。従いましてあの連立方程式は行列に直すと1マイナス B マイナス B マイナス10B で順番に YCT となりますので YCT イコール I0 プラス G0 かな、 G0 だよね、これ全部定数は0はついてるね。で AB ここまでいいですか。間違ってない、僕どこかに書き写しして間違いない、どこ間違えてる、 D です、あ、D か、ありがとう、間違いなく指摘してね。でこれを、まあ、逆行列を使って一気に YCT を同時に解いてもいいんだけども、すっごい4因子行列作って 3×3 とかなったら4因子行列 2×2 の4因子がバー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 とつながるので恐ろしく複雑になるので、そういうことはしないでクラメールの公式を使ってクレーマークレーマーとかね、見た人まだ見てない、クレーマークレーマーぜひ見てください。じゃあこの式が成立する、全部が成立するのは Y スターとしましょう。教科書では Y バーってやってるかもしれませんが、求めますと、まあ、まずディターミナント先求めちゃおうか。ディターミナントは共通だし、そもそもこれが解けるかどうかをチェックしないといけないね。解けるかどうかチェックするにはこのディターミナントが0じゃないということが、必要十分なわけですが、求めます。で、まあ、3×3 の場合には一気にこうサラス使って解いちゃって、それも今回0が2つもありますからどっか消えてくれるので結構楽だと思いますが、まあサラスが嫌なら、例えばこれ、この行をこの行に足して足したものをこの行に書くとここは0になる、1とマイナスですね。そうやってやってもいいですよね。そうやってやりますか。そうやってやりましょうか。じゃあこの行をこの行に足して、ここに置き換えますよ、まあ、この行をこの行に加えます。そうすると、1-1,0、マイナス加えるから1マイナス B ですね。1マイナス B、ここが 0B でマイナス T、 0、1になりますので、こいつのディターミナントは列で展開すると、
これ0これ0だから もはやここだけ見ればいいですね。これをこれは1行2列目だから 1+2 で3ですから、符号がマイナスになりますので、マイナスの、マイナスの1ので、この行と列を取り除いたこの4つですね。1マイナス b、 b マイナス d、 1という、まあ、こういうのを下が出てて気持ち悪い。こういうの何て言ったっけ、名前があったよ、ラプラス展開か。今ラプラス展開したんですね。ここの列でラプラス展開して、ここで展開すると0かける何とかだから0、ここで展開すると0かける何とかで0、ここで展開すると行と列を取り除いた 1-bb1 で、計算しますと、まあ、ここプラス1だからもう考えなくていいですね。すると 1-b かける、b-t ですけれども、これマイナスですから b-t がマイナスになって t-t ですね、という答えになります。一応気持ち悪いんでサラスの法則でもう一度確認しておくと、これが1、サラスの法則でもやっておくと1 0 b-t、 1かける b-t だから b-t、 違うか、1プラスか、1プラス b-t で、マイナスの0、0がマイナスだから、プラスの b だからマイナスの b か、マイナス。あれ、なぜ答えが一致しない、俺どっか間違えたな。1 0、あ、何やってる、ん、何やってる、これ違う、1 0、これが bt か、 bt でプラスの bt か、プラスの bt で0 0、マイナスの b か、これ合ってる。なんか一致しなさそうな気がする。これと同じ。違うよね、絶対ね。B 事情なのね。なんで答えが一致しないの、ね、1-B マイナス、1マイナス、B マイナス、プラス展開。プラス B、下が。下が間違えてる。1-B、B マイナス T、1だから。あ、本当だ。こう掛け算してるよ。ごめんごめん。1-b マイナス bt だからプラス bt か、こうか、よかった、ラプラス展開じゃない、こっちでサラスで検算して、1-b の bt で同じになりますね。で、これが0じゃないというのが条件ですから、もうちょっと点 b でまとめておくと、1-にしようか、プラスにしようか、マイナスにしよう、マイナス2でまとめると1引く t になるのか、これですね。で、これが0じゃないかどうかを確認ですが、もともとの条件は限界消費性向 b が、1より小さくて0より大きくて、で税率も、1より小さくて0より大きいので、ここが正の数になりますね。でここも1になりませんね、 b が0と1になります。だからこれは確かに、この仮定を条件として設けるならば0じゃないので、これが成立しているとき、限界消費性向が0と1の間で、限界税率が0と1の間だったら、大和君がもう眠りモードに入ってますけれども、すいません、今日めっちゃあんた眠たいっすよ、朝から。分かる、俺も昨日からさ、言った時の3時までこういうのと作って、夜はなんか作ってた時も一緒に何時もできた。
言わなかった。俺も昨日3時まで作っててさ、昨日もう眠くて眠くて、で家帰ってからもう本当すげえ疲れてたんだけど、今日もまだなんか疲れが残ってて、今日は6時間寝たんですけど、まだなんか眠いんじゃない。今日だからあのお昼ご飯食べながら気絶してました、途中でね。食いながら寝てた。なんかナルコレプシーみたいになんかあの急に来るんですよね、自分の場合。歩いててガッとか。いやなんか そこまでは広くないんですけど、なんかあ眠ってなんか急に。ただのあれじゃない、その俺名前知らないけど、そのなんとかカンチャラじゃなくてあれじゃない、あの睡眠時無呼吸症候群によるやつですね。なんか睡眠のね、呼吸症候群でさ、夜深い眠りにならなくてさ、ガクッとなる人いる。多分俺みたいな年だとそっちだと思うね。でもあのそのなんかだと名前いつも覚えられないんだけど、その病気の人は本当に深刻らしいね。歩いててこうガクッとなんかね、急に気絶するみたいな感じで、自転車とかの。僕の2年前のゼミ生で一人いて、で彼はだから薬いつも飲んでました。目が覚める薬かどうかわからないと、あのコントロールしてました。そうしないと自転車とか乗ってて危ないんだろう。まあいいや。で、まあディターミナントが求まりましたので、求めたい Y を今求めますけれども、分母はディターミナントのあいつですから、これが来るわけですね。1マイナス B、 1マイナス B の1で、ここが、まあ、分子、場所節約のために分子、ここが今1番目の Y を求めるので、ここの列ですね、クレーマーズルールだとここの列をこれに置き換えたディターミナントが分子。我慢できなくなって途中でセブンイレブンに行ってコーヒー飲んでいた。ただ意外とコーヒーが美味しかったんですけど、セブンイレブンのカフェラテは250円するのね。特製の200円だと思ってちょっとなんか損した気分になりましたね。50円も10回飲めば500円じゃないですか。馬鹿にできませんよ。はい、それであとこれまたあのサラスで書きますけれども、1これが0、これが残るね、 BD マイナス BD で0、これがマイナスの A だけどマイナスがつくからプラスの A になりますね。ほら超簡単に解けるやろ、ね。まあ最初に言ったあれとそっくりだよね。1マイナススモール c 分の1の i バープラス g バーマイナス ct バーがマクロで出てきた式ですけど、限界消費成功が1マイナス c にさらに税金取られますから、実際自分が消費できる成功分は1マイナス t の税金を除いた分の限界消費成功が限界消費成功で i プラス g がで、マイナス CT のここの部分がマイナス C、 これが C だよね。 C と定額税分のこれ残るんですね。とまあちょっと A は多分どっかにある、 消費関数の定数項かな、残るかなみたいにね、即位な式出ました。合ってますね。まああと残りもこんな感じで解けるのでやってみてください。あとミクロ経済のモデルはちょっと巨大なんでやりませんけれども、
実際自分で、まあ、やってみるとですね、そんなにあの揃えて QD1、QS1、QD2、QS2、P1、P2 って内線変数、解きたい変数を全部左に揃えて書いてあって、定数項を右に持っていって、今やったように係数をバーッと引き出すと、ね、で、AX イコール D がこれで出来上がりましたので、まずディターミナントを求めますが、ここにラプラス展開していってますね。どんどんこう足したり引いたりして、あ、ここはあれか、足したり引いたりして0をいっぱい増やしてから1列目で展開したんですね。1列目で展開して、でさらに展開したらどういうことかというと、これで1列目で展開するとこれ1だけでしょ。だからここ1かけるこれなんですよね。今次元を落としたんです。次元を落とすと今度またこのディターミナントを求めなくちゃいけないから、ここ1列目で1、1ですから展開すると1列目で展開、これはあれか、これを1列目で展開してこうなったという意味の1列目の展開ね。ここからここは今度1行目をマイナス1倍して、ここを0にしてるんですね。ここを0にして、で、もう一回1列目でこれ展開するとここだけで展開することになるので、また次元が1つ落ちるってやって、どんどんやってこんな風にちっちゃくして、パッとディターミナントこんな感じに出ちゃうんですね。で、均衡解が存在する条件はこれが0にならないということですから、こうこれになるんで、でこれはあの多分前にやったやつとは関係していると思うんですけど、グラフが平行にならないとかっていうのと関係していると思うんですが、でグラフェンの公式使って、あとはこうやって、ね、それぞれ求められる、ちゃちゃちゃっと次元を落としていくと、パーッとこう出るんですね。そうすると多分教科書の前にあった第2章かな、2章でみんながやった宿題と答えが一致するはずです。やってみてください。こんな感じで分かったかな、行列の使い方ね。よし、ここでみんながうんうんと頷いてくれるところがいいんちゃうね。はい、先生、はい、こっちに映ってるやつと、うん、先生がもうこれぐらい投げてるやつと問題は違うんです。問題が違う、なんか自分のコーディーノートの方は、うん、132ページ目にデザインとケーブルの出るっていうのが出てるんですけど、132ページ、ここ56ページですよね。あ、本当だ、あ、みんなの132ページって書いてある。同じじゃない、実は教科書もわざとその第2章でやったやつが第3章かなでやったやつをもう一回そこでリビジットしてるんだよ。あ、そうでしょ、教科書も同じことやってるんですよ。だからほら、もう一回ここで行列で解いてみましょうっていうことをやってる。だどっちでも一緒だよ。ただ僕ら授業ではノーテーション変えたよね、あの添え字の付け方を変えたよね。こっちはアルファベータでやってたけど、僕ら全部添え字を2次元にして11とか21とかって変えたよ。多分それで解答はそれで作ってるの。あ、そうじゃない、アルファベータで作ってた、ごめん教科書の通りで作った、でやってます。はい、すいません、まあ、とにかくやり方それで確認しておいてください。自由自在に大きいやつも、行列にして解けるようにしておいてください。では、この章の最後のところいきましょう。今皆さんは何をあのマスターしたかというと、まあ、どんなモデルが与えられても連立方程式を行列を使って解けますから、均衡値を求めることができるようになったということですね。これがこの、モデルの内線変数の均衡値を求めるというのが今皆さんがやってきた話です。でこれは均衡というのは止まっているものですから、まあ、正額分析と言われる分野になる。
で、声楽の均衡を今ずっと議論してきたんですね。で、まあここまでやってきた段階で、まあ、皆さんだいぶ上達してきているんですが、ここまでのツールだけではまだまだ分析には限界があるんですね。まず、一つ言えるのが、今やってるのは声楽分析なので、ここですね、均衡点のみに着目しているという点です。どういう経路でもってこの Y スターに均衡点 Y スターがここだとしたら、グラフがこういうふうにここに行ったのか、こういうふうに到達したのかとかっていう動きまではわからないですね。まあそれが声楽分析の一つの限界で、この一番最後に書いてあるように、それを均衡への調整過程とか到達の可能性、果たしてそもそも到達できるんだろうか。ただ連立方程式を解けばここがバッと出るんだけども、そもそもここに到達する経路が一つも存在しなくて、初めから経済がボンってそこに乗らない限り、全部ここからちょっとずれるとこうやって均衡が発散してしまうというような言い方をしますが、ここに到達する経路が一つもなくて、どうしよう、そうだな、槍ヶ岳登ったこともないし、てっぺんがどうなってるかわからないけど、まあ、なんか名前から槍ヶ岳ってなんかすごい槍状になってるとしてね、そこに誰も到達できないと、あまりにも道が険しくて、ただもしヘリコプターで上から吊るされて、まあ、万が一偶然にもポンと均衡に乗ったならば均衡に乗れると。だからここは解としては存在するんだけど、そもそもここに到達する経路がないなんていう可能性もあるわけで、作ったモデルが。そういうような議論っていうのは、この動学分析をしないとできないんですよというのがこの最後の部分ですね。これは均衡の安定性というんです。安定性というのは、これ不安定ですね。ひとたびずれたとき、ダーッと均衡から崩れていきます。安定的な均衡というのは、こう収束経路がいっぱいあって、ちょっとずれたぐらいではまた元に戻っていく。皆さんもし、成長論をマクロ経済学2でちゃんと宮家先生がやってたとしたら、ハロット・ドーマーの経済成長モデルというのはナイフエッジ理論と言われて、まさにこうナイフのエッジに乗るような均衡で、そこからちょっとでもそれるとダーッダーッと、不安定な均衡になっています。そういうのというのは動学の話になるんですね。で、さらにこう声楽分析では外性変数が変化したときに均衡がどこへ変化するかという比較声楽が、できますけれども、同じように動学分析ではこの経路動きを比較するというか、比較動学ということも、まあ、できるんですが、そういうことは今我々の数学ツールではまだできないということですね。で、私たちが今習ったのはここの部分だけです。均衡点のみに着目した声楽、まだ比較声楽すらやってないんですね。外線変数がちょっと動いたとき、均衡がどこへ移動するか。これをやるためにこの後の章で、微分を勉強してですね、さらに比較声楽のやり方をマスターする。最終的にそれをマスターしたら、この行列と比較声楽を全部合体させて、分析することになりますので、もうすでに、ユリアさんだったっけ、嬉しそうな顔してますけれども、楽しくなっていきますので、ね、こうご期待。では次の章に進みましょう。第6章。えらい授業に入ってしまったと思わないね。来年は皆さんが、10人くらいを勧誘してこないとこの授業潰れてしまいますからとしっかりと宣伝してくださいよ。なんで今年こんな少ないんちゃうね。去年の学生がよっぽど宣伝しなかったんちゃう。はい、人のせいにしておりますが、大体この授業選択必修にしてもらわないとね、何の報いもないもんね。受講してもね、ひどい話だよね。でも卒業単位にはなる。そうですね、卒業単位で何単位以上を取ってないといけないっていうのの中には当然含まれる。含まれます。ただ選択必修として三角印の要件を満たさないといけない。そうです。でも選択必修を取りまくれば、その要件を満たさなく、そうです。
その選択必修の制限を超えた分は、その選択必修じゃないところの単位にガラーと流れ込むので、結果的に足らなくても。でも卒業するには選択必修の要件と必修の要件以上を取らないと卒業できないんだよね。だからやっぱりこれを取る一線っていうのはまだちょこっと残ってる。そのちょこっとすぎるところに君たちが入り込んでいったみたいな。まあこれが選択必修になるように執行部に働きかけてみましょう。はい。でもあまり人数が増えてもね、宿題チェックするの大変なんだ。大体10人が限度ですね、このやり方は。もう10人以上になると多分チェックしないと思う。さて、では第6章から比較性学を、やる数学ツールをマスターするために、微分について学んでいきますね。で、一応皆さん多分この授業に出てくる数少ない、学生なんで微分くらい覚えてると思うんですが、一応この授業はもう本当ゼロからの、数学知識を想定してますので、まず微分とは何ぞやみたいなね、導関数のこの概念、基本的なところをまず第6章でやって、実際もうちょっと上級の話は第7章からになります。ここはちょっとつまんないかもしれないので、大和君別に寝ててもいいですよ。いや寝ないです。寝たくて寝てたわけじゃないです。いやいや無理せんでいいよ。別に僕もいじってるわけじゃないから本当に寝てていいよという意味で。あそういうことですね。そうそうそう、 OK です。 OK、 嫌味とかじゃなくてさ、本当です。いや本当ここは基本的なことやね。で、まず本書の目的は変化率と微分係数を理解すると。変化率っていうのはまあまあいいや、後で話しよう。で、比較性学というのは何かというと、これはもう皆さん知っての通り、パラメーターの変化前と後で、均衡点を比較するということですね。パラメーターというのは外線変数。で例えば、モデルがですね、y イコール fx という式で与えられてたら、y が従属変数ですから、これはモデルの中で決まってくる内性変数を表すことになります。で、x が我々が外から与える変数になりますので、この場合、外性変数が x で、まあ別の言い方をすると、パラメータということもできる。いいですね。で、我々が今興味があるのは比較性学なので、x が変化したとき、y がどれだけ変化するかというのをこのように、数学で言い換えると。x1 単位あたり y がどれだけ変化するかを式で表す。x1 単位あたりの変化量というのは、まあ、変化率という言葉がついてます、ね。例えば、100円のジュースが105円に変化したとしたら、この変化量はプラスの5円ですね。まあこれが今 x という変数で表されているとすると、その変化量はデルタ x で普通表しますね。変化率はこれはじゃあ、はい、大和君何パーセント？変化率は 5%。 5% だよね。それはどうやって求めたかというと、この変化量を100円で割ったんですね。つまりデルタ x を、まあ、元の値が x、 変化後の値は x プラスデルタ x ですが、変化量を x で割ったんですね。これが変化率ですね。ということで、まあ変化をデルタ x で定義して、この場合こっちが x1 って書いてます。一応 x1。そうするとデルタ x っていうのは当然 x1 から x0 を引いたもので、x0 で割ったものが変化率だよ。このように、変化の差を取ったものを差分と言います。このデルタ記号は差分記号という。ある変数の差分を取ったということになります、で今これを、まあ、関数で先ほどのモデルの式 y イコール fx というモデル式が与えられているとするならば、
x0 から x1 に変化すると y が y0 から y1 に変化しますので、またデルタ y も定義できますね。そうすると、これがデルタ y で、 x0 が、デルタ y だけど y の変化量を求めるから、これをまあ y0 で割ることになるわけですね。これが y の変化量になるんですけれども、y の変化量か、ごめん、x1 単位あたりの変化量を求めるのが比較性格だよね。だから変 x が1単位変化したとき、例えば、x が100から105に変化して、 y が、50から55に変化したとき、 x1 単位あたりの変化量を求めるんだったら y の変化量はプラス5で、それを x が5単位変化したときだから、デルタ x で割ってやらなくちゃいけないんだよね。これをこれから求めるというかですね、これがまあ変化率と、これも変化率、まあ、あれも変化率ですけれども、この差分の比率で取ったものは変化率と言います。で、このデルタ y を別の記号、まあ、こうやって書いてもいいんだけども、そもそも y0 というのは f の x0 で、 で y1 というのは f の x1 ですから、デルタ y はf の x1-f の x0 と書くこともできるし、もしくは x1 というのは先ほど上に書いたように x0 にデルタ x を足したものが変化後の x1 ですから、こうやって書いてもいいわけですね。ここまで来ると皆さん、なんだこれ2分の話の式とそっくりじゃねえかという話になりますが、そうです、今そっちに持っていこうとしてるわけですけれども、ですね。で、この書き方だとね、3つ変数使ってるね、 x1 と x0 とデルタ x、 デルタ x の数も今分かんないから、1つの変数として3つ変数が出てきますけど、これを使うと2つで済みますね。 x0 とデルタ x の数だけが分かればこの比率定義できますね。だから、まあ、こっちの書き方の方がいろいろ後々便利なんですね。分かんないのがいっぱいあるより便利ですから。で、このような差分を取った比率を差分係数と言います。まあ、この後微分係数が出てきますけど、微分係数と差分係数の違いはデルタ x の差を差分で表した比率ですね。じゃあ試しに、練習として y イコール2分の 1x プラス2の差分係数をちょっと求めてください。この定義から、適当に x0 を決めてやって、デルタ xx1 は x0 プラスデルタ x として差を取ってやってみます。グラフで表すと
が2で傾きが x が1進むと y が2分の1ですから2進んだら1進む。ここか。こんな感じですかね。ここが2分の1進む。x がプラス1進むと y が2分の1進む。これが y イコール2分の1 x プラス2ですね。これの今サブケースを求めてみますが、サブケースというのは x が x0 プラスデルタ x の値から x0 を引くので y の値は2分の1 x が x0 プラスデルタ x プラス2プラスと2を気がせいで一緒に書いてしまう。これがまずあの y1 の値ですね。これが y1 引くこの角は必要ないんですけど、ね、y1 と y0 と区別になるかります。2分の1 x0 ですね。 x に x0 を代入したプラス2をデルタ x で割ってやる。これがデルタ y オーバーデルタ x の差分ケース。計算すると2分の 1x0 とマイナス2分の 1x0 で消えますね。まあこの括弧は必要か。で、2とマイナス2で2も消えますね。そうすると、2分の1デルタ x オーバーデルタ x ですから答えは2分の1になります。これ傾きと一緒だね。そりゃそうだよね。だってデルタ x 分のデルタ y っていうのは x の変化量分の y の変化量ですから当然 x1 単位あたりの y の変化量なので、デルタ x が2だったら2で割るっていうことはデルタ x1 単位あたりになって1増えたら、ね、2分の1増えるということで当然これは傾きと等しくなる。ここまでいいですね。じゃあ次、今度は今のやり方を見習って y イコール2分の4分の 1x 乗マイナス4の差分係数を求めてみてください。さあ、じゃあ仕方ないチェックしましょうかね。
二材モデルを落としてあれやってないですか。あったあったあった。いやぎにちっちゃい行列だから変数減らしたな。変数減らすなって書いてたろ。はい、じゃあ言えそういう…それも慣れた。あ、そっか。これは失礼いたしました。はい、じゃあ、ゆりやさんの5、4、5、6、7、スタート地点がどこであるか、例えばここをスタート地点に取ったら1進んだらこういきますので、こんなグラフの傾きになるし、スタート地点に依存しますので、今、この x0 に依存した値になるわけですね。このデルタ x 分のデルタ y の値ですね。さらに今我々はこのデルタ x を1というふうに言いましたけれども、別にこれを1,2,3 進んで、ここが3だったらここは12になりまして、まあ12上がったらここでもいいわけですね。まあ実際にはぴったり3倍の12にはならないんですけど、これ放物線だからね。とにかくまあ3取ってこことここを進んだこの線の傾きもやはりデルタ x 分のデルタ y なんです。つまりスタート地点がスタート地点ここで一緒だとしても、
デルタ x の幅、この幅デルタ x、 ここのデルタ x の幅の取り方によって傾きも変わってくるわけですね。つまり、変化率差分係数という、変化率を表す差分係数というのは x0、 ここには x0 しか書いてありませんけども、スタート地点の x0 と、あともう一つデルタ x の2つに依存するわけですね。曲線の場合はね、曲線の場合、直線の場合にはどこにも依存しないで常に一定ですよ、傾き一定だから。曲線の場合には、移動する、依存してしまう。それを、まあ、下にまとめますと、今仮にね、最初のスタート地点を2としましょう。 x0 を2としましょう。で、2とすると x、 そして x1 を6とする。だからこの差分は4ですね。デルタ x はプラス4を取る。そうすると、まあ、上の式にこれ代入するとデルタ x 分のデルタ y は2になるんですね。でデルタ x 分のデルタ y が2になるということはどういうことかといいますと、まあデルタ y の変化量は 2× デルタ x ですから、今ここが4なので y は8変化するということを表しますね。まあそこに8と書いてありますけど、8変化する。そうするとこれが言ってることはどういうことかと言いますと、ここが2としましょう。でここが4変化した後の6だとしましょう。そうするとここの間には傾き、いろんな傾きがあるんですね。いろんな傾きがあるんだけども、平均的には変化率は、平均すると変化率はこのデルタ x 分のデルタ2が2だったよね。これ代入して計算する。だから平均すると2変化するということを表すんですね。これが変化率。まあ特にもう少し正確に言うならば平均変化率と言われるものです。例えばですね、この平均ということの意味を分かりやすく説明するためにちょっと物理の話をしますが、進んだ距離、出発地点から、出発地点を0として、距離を表すとしましょう。前に進んだ場合にはプラス、後ろに進んだ場合にはマイナス。で、横が時間だとしましょう。タイム。まあ、距離を x として、時間を t としましょう。ずっと60分で、まあ1時間で50キロメートル進みました。これ時速何キロで走ったことになりますか？50キロですね。どうやって計算したかって、50キロを 1時間で割っただけですね。もしこの車が最初すっごい飛ばしてグワーンと一気にこの辺まで行ってから、グワーンと50キロ近くまで行って、こんな最初の、15分ぐらいね、そこから急に「あ疲れた」って言ってセブンイレブンに寄ってカフェラテ頼んだとしようよ。250円ね、でも忘れないんで、そうするとここでこう昼寝して止まるわけ。それから急に動き出してガッと行った。これでも1時間で50キロだから、もし僕がこう通ったってことを知らずにみんなに言いたい、1時間で俺50キロ先まで行ったんだけどさ、ああじゃあ時速50キロぐらいで行ったのねと思うじゃん。これは平均を求めたんだよね。
平均速度が時速50。でも瞬間的にはここすごい速度出てるね。で普通さスピードって時速50km/h だから走った距離を時間で割ってるんですね。実際に今皆さん50キロを時間で割ってくれました。しかしここが例えば45キロだとすると、45キロを15分で走ったとすると、この時のスピードは時速45キロメートルオーバー、まあこれは 0.25 ですから、0.25 で割って、そうすると4分の1だから4、5、20、4、40、時速180キロメートル出したことになるね。瞬間的には時速 180km です。というふうに瞬間瞬間を見ると時速は異なっているんだけど、平均で見るというのはこの2点間の距離の2点間のグラフの傾きがデルタ y オーバーデルタ x に対応している。ここの瞬間的なこの傾きというのはもっと短いデルタ x よりももっと短い幅で見ているんですね。もっと言うならば僕がこういうふうに曲線でぐにゃぐにゃ走ってたとしたら、もはやこの瞬間瞬間の速度というのは接線の傾きになります。こういうの瞬時的な変化率と言います。だから今あえてこれ平均変化率というふうな書き方をしましたけれども、もう時間がないからやめようか。次回はこれをね、瞬時的な変化率を定義します。それは今言ったように、ちょっと消しますが、このように2点の幅を取ってしまうんではなくて、こことここの幅を取ってもまだこことここの平均でしかないですね。この2点間の平均でしかないですね。ここの間はもっと違う速度で走ってるわけです。だから瞬時的な速度を計算するというのはこの接線の傾きを求めなくちゃいけなくて、その接線の傾きこそが皆さんが、習ってきたこのデルタ x を限りなくゼロにとったところのデルタ x のデルタ y、 すなわち dydx という微分係数になるんです。この微分係数というのはつまり平均変化率ではなくて瞬時的な変化率を表すので、その瞬時的な変化率というのは今の、 車の話を思い出してもらって、ああそういえば先生が途中で休んだ周りも時速50キロって言ってたら、あれは平均だよ、この瞬間は時速180キロ出てるんだみたいなね、これをチェックできるのが微分です。じゃあ2時半に終わったからいいよね。はい、じゃあ今日はここまで。次回は微分係数ですね。まだ返してなかった。それ誰かボタン押してもらえてる。180キロって高速道路でもアウトですよ。アウトだね。もうちょっと現実的なやつ。これどれですか。